個人的にはねの方が好き。どうも皆様こんばんは、セゴリド三世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。サウンドピースエアー4です。さあこちらは2023年7月に発売されたモデル。発売してまだ1ヶ月ぐらいしか経っていないのに、Amazon ではレビュー数330超え、星も 4.3、 元の値段はですね9980円なのに 20% オフのクーポンとかなんかいろいろついてめちゃくちゃ安く買えるということで、非常にですね人気のものになっています。それもね姉妹品としてこちら Air4 Lite、こちらはね SBC-AAC に LDAC です。アプトXアダプティブとか、まあ、そういったものではないのと、ノイズキャンセリングがないと、あとは再生可能な周波数帯域が違う、まあハイレゾですよねこっちはね。さあ果たしてこれがどれくらいいけているものなのか、これから皆様と一緒に見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちら左側が Air4、 右側が Air4 Lite です。ドライバーサイズとかはね同じものなんで、純粋にコーデックとかがね違うのかなっていうところ。つうわけで開けていきましょうかね。だらーん、出ました。相変わらず箱はとんでもなくシンプルですよ。でこれは後で見るとして、下っ側ケーブルで上イヤーピースなんですよ。で下っ側ね開けるとこんな感じでバンと入ってんだけど、イヤーピースはねないですよ。ないっていうかインナーイヤー型なんですよね。カナル型ではないので、なので箱はですね他の製品と同じ型を使っているのかなと。こういうところもコストカットできている要因なのかなっていう感じがしますよね。ほんでこちらが本体になるわけです。丸っこくて非常に可愛いケースになっています。で前側ポチポチね押せるようになってて、後ろ側にサウンドピースと入っています。下側 USB-C で充電できるようになってて、パカッと開けると本体ですね。で本体はねこんな感じ、サウンドピースのマークが入っていてインナーイヤー型ですね。でもすごくね所々にゴールドが散りばめられてるんで高級感はありますよ。やっぱ高級感って大事なんだなっていう風になってんのかね今ね。で LRあるという風に書かれているというモデルですね。持ち手の部分とかはねツヤ消しな感じなんだけど、耳に入れる部分はねツヤツヤタイプですね。これもね絶対統計取ったな。イヤホンつける人ってね結構ツヤツヤタイプ嫌いって人多いんですよ。手の油がベタベタするのが嫌とか、まあそういうことだと思うんだけどね。でもその部分はつけるところだけなんで、他のところはね全然シックでいい感じです。あと一応こちらライトもね開けとこうかな。ダラーンと、はい出ました。これあれだ、箱の裏側にもなんかあるわ。この中に取説とかでダウンロードの方法の紙が入ってました。これ両方一緒ですね。あと USB-A と USB-C で、ね、充電ケーブル入ってんのは変わんなくって、イヤーピースはもちろんないと。ほんでこちらが本体になります。ライトの方はねすげえ全面ツヤツヤですよ。普通のものと比べてもねもう一目瞭然ですね。これはね分かりやすくていいね。素材が違うぐらいで他は全部一緒かなっていう感じではあるね。ライトの感じとかパッと見たところの違いはね全然分かんないわ。サウンドピースエアー4、ブランド初のスナップドラゴンサウンドに対応した機種になっています。アプト X アダプティブやアプト X ロスレスに対応、最大96kHz 24bit というハイレゾ品質の再生に加え、 44.1kHz 16bit のロスレス再生も可能。インナーイヤー型ですけどアダプティブ ANC ももちろん使えます。あとはマルチポイントとか専用アプリを使えばイコライザーやアップデートももちろん使えます。約26時間の長時間再生、イヤホン単体では 6.5 時間使えます。計6機のマイクに CVC 通話のノイズキャンセリング、クリアな音声を届けることもできますよ。ドライバーは 13mm のダイナミックドライバー、周波数帯域は 20Hz から 20kHz です。 Air4 Lite との違いは再生の周波数帯域が違うこと、 LDAC が加わっていること、最大使用可能時間が30時間と単体では7時間とちょっと長くなっている。ただノイズキャンセリングには非対応ということになっています。というわけでそれぞれの違い説明しました。これからビシッと使って確認していきたいと思います。
はい、じゃあ聞いていきましょう。まずはエア4からいきましょうかね。装着するとこんな感じに見えますよ。エアってつくだけあってめちゃくちゃ軽くていい感じです。ちなみにこちらがライト、見た目はね全く一緒なんで違いわかんないかなと思いますけれども、こちらも装着感は軽いです。アプリと接続するとこんな感じの画面になりますよ。サウンドピーツエア4っていうことでバッテリー残量と、あとボリュームコントロールにアダプティブイコライザー、テストされていません。これはまあ後々出てくるのかな。あとイコライザーですね。あとカスタマイズももちろんできます。 20Hz から 7kHz あんまりないね。 7kHz ってあんまりね聞いたことはないけど、まあでも過聴音域内だからいいのか。プラスマイナス6でいけます。あ、この辺なんかすごい動き変わったな。へえ。あとはノイズキャンセリングです。ノーマルモードと ANC モードでね切り替えることができます。あとゲームモードですね、低遅延モード、そちらも選べますし、タッチキーの全ての機能を無効にする、これが地味に便利ですよ。使えちゃうとねピッてなっちゃうとか、あとは寝て使う時に結構あるある、擦れて再生されちゃうってあるんで、そういうの全部無効にしたいっていうのもあるということ。これ多分要望が多かったんだろうな。俺もこれあると嬉しい。ちなみに Air 4ライトです。ライトの場合はこんな感じ、同じくバッテリー残量出てて、ボリュームコントロールとですねアダプティブイコライザー、これも変わってないですね。あとはイコライザーとかゲームモード、あとマルチポイントですね。あとファームウェアのアップデートです。 Air 4に戻しましたけど、こっちだとあれだね、マルチポイントが出てこないね。説明ではマルチポイント入ってるはずなんで、ちょっとこの辺はダップとかに変えてもね確認しようかなと思います。はい、じゃあダップでね聞いていきたいと思います。やっぱねこちらのアプリでもマルチポイント出てこないっすね。なんでなんだろうかな、ちょっとよくわかんないっすけど、まあ、とりあえず音質ですね、いきましょう。ちなみにちゃんとアプト X と表示されています。はい、じゃあ今度はですね Air 4 Lite で聞きましょう。やっぱマルチポイント出てます。あと LDAC と表示されてますよ。個人的にはね Lite の方が好き。LDAC の方がこうノイズ感がないわ。やっぱよくできてんな LDAC って。 Air 4の場合にはねちょっと広域刺さるっていうか、ちょっとピッとくるところがあるかなっていう風には思うんですよ。あとザラついてるなっていう感じもね若干あるんですよ。非常にいい音ではあるんだけど、 LDAC の方が情報量がやっぱ多いという風に感じるんですよね。ただねデザインは圧倒的に Air 4なんですよ。もう触っててすごいベタベタ感がすごいんですよ。マットな方がですね高級感があっていいなっていう風には思いますね。そしたらじゃあノイズキャンセリング一応確認しましょうか。はい、じゃあノイズキャンセリングね確認していきましょう。ポチッと。あー、ちょっとだな。エアコンの音とかノイズですよね、不要なノイズはカットされてるなっていう感じはするんですけど、まあ、めちゃくちゃ強いとか広域までしっかり切ってくれる感じじゃないね。気持ち使ってる、聞いてるかなっていう感じの音ではありますね。ちなみにマイクの音質ですよ、こちらが Air 4です。 Air 4のマイクの音声になります。どうでしょうか、クリアに聞こえてますかね。ちなみにこちらがですね Air 4 Lite です。 Lite のマイクの音声になります。どうでしょうか、違いありますかね。こちらがですね Air 4 Lite のマイクの音声になりますよ。なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はサウンドピース Air 4、そして Air 4 Lite を比べてみました。いいところ、残念なところ、まとめていっていくと、めっちゃ軽い装着感。軽さってねすごく重要なんですよ。イヤホンの世界で 1g とかですね違うだけでも、長く使ってるとストレスが全然変わってきます。軽い装着感で使いたいっていう人にはすごくねいいものかなっていうふうに思います。で、音はねしっかり低域聞こえますよ。中域の厚みっていうものもあるし、ベースのうねる感じとかドラムのキック音とか、こう体に聞いて楽しい音ですよね。ボーカルの伸びやかさとかそういったものもあるし、あとコーデックですよね。アプト X、アダプティブ、ロスレスとか LDAC とか、ここまで価格を下げながらですねしっかりコーデックを積むってなかなか難しいから、だからこそ箱とかでちょっとチープ感はねどうしてもあるけど、でも音には妥協していないなっていう感じがしてすごく楽しかったですね。非常に使っていて面白いイヤホンだなっていう風には感じます。で、そうでもあえて残念なところを言っていくと、カナル型ほど低域は響かないですよ。
これはもうしょうがないっすよね。永遠のテーマですよ。インナーイヤー型とカナル型と全然違うものなんで、音の響きっていうのはどうしてもカナル型には負けちゃうかなとは思いますね。あとアプリの出来をもうちょっと改善した方がいいね。マルチポイントっていうものが表示されたり表示されなかったりっていうのは、やっぱそこはちょっと直した方がね、マルチポイントを歌ってるんであれば、改善した方がですね、非常に親切かなとは思いますね。あと攻撃は若干刺さるかな。これは人によって感じ方がそれぞれ変わると思うんだけど、エアフォーはね、若干そういった毛があるんで、エアフォーライトの方が好きかなっていうふうには思いました。ただこっちにはですね、ノイズキャンセリングがないんで、ノイズキャンセリング欲しい人にとってはですね、ちょっと悩ましいなっていう、まあいい戦略だなっていうね、個人的には思いましたね。でもそんなもんで、価格的にはね、もう採算取れてるのがほんと心配になるレベルですよ。めちゃくちゃ安いから、3万、4万、5万とかハイエンドなものっていっぱいあるんで、まあそれはもうめちゃくちゃいい音にはなるんですけど、そこまで出せないよと。もっとライトに使いたいんだと。もうちょっと手に取りやすいものが欲しいっていう場合にはですね、Air 4非常にいいと思います。カナル型苦手とかね。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。それではまた明日。チャオ。